乳歯は保管しておくべきなんです。なぜでしょうか？初めて乳歯が抜けた時のことを覚えていますか？初めて小さな手のひらに血のついた歯を持った時の恐怖とショック。そして抜ける前にグラグラしたり引っ張ったりした時のあの感覚って不快でしたよね。でも歯の妖精からのプレゼントという苦しみへの見返りもしっかりありましたね。子どもの乳歯を思い出に取っておく親もいます。そして変に思われるかもしれませんが、実は科学者たちもそうすることを奨励しているんですよ。この動画ではその理由をお教えしましょう。その前にブライトサイドのチャンネル登録をしてベルのマークの通知もオンにしてくださいね。そうすれば毎日アップされる人生を明るくしてくれる新しい動画を見逃さずに済みますよ。それではこの興味深いテーマをぐっと掘り下げていきましょう。医師が子どもの歯を保管しておくことを奨励するのはなぜでしょう？先ほど言ったように多くの親は子どもの乳歯を成長の証である可愛らしい思い出の品として取っておこうとします。歯の妖精はお小遣いと引き換えに歯を受け取るんですから、保管する以外にどうしろと言うんでしょうか？え？歯の妖精は親だってずっと知らなかったんですか？ごめんなさい。どちらにしても科学の世界では後に歯の幹細胞を取り出すため抜けた乳歯を取っておくことが推奨されています。これらの細胞は命を救うことができるんですよ。一体どうやって？ブライトサイドをご覧の皆さん、少々お待ちを。この科学のミステリーの幹を、いえ根っこについてはすぐにご説明します。その前に歯の幹細胞とは何でしょう？そしてどうやって保存するのでしょうか？その疑問に答える前に、私たちが人体について知っていることをおさらいしましょう。私たちの体は細胞という小さなブロックのようなものでできています。体が細胞でできているということは、レンガで家を建てているようなものです。科学者たちは人体にいくつの細胞があるか数えるというとんでもない努力をし、なんと約37兆個という結果を出しました。それらの細胞はすべて有刺分裂と原数分裂という2つのプロセスによって分裂し再生します。有刺分裂は組織の修復と体の全般的な成長のための機能です。一方、原数分裂は有性生殖のための機能です。幹細胞が作り出すのはどちらの分裂でしょう？有刺分裂と答えたあなたは正解です。幹細胞は体の修復と成長に貢献する有刺分裂をします。幹細胞は未分化の細胞です。簡単に言うと何も書いていないゲームの牌のようなものです。わかるでしょうか？何の文字を入れてもいい牌です。ですがこの場合は白紙の幹細胞にはゲームの牌のようなスコアがあるわけではありません。スコアは限りないからです。それが具体的にどれぐらい貴重かということをお話しする前に、ちょっと立ち止まって今日私たちが持っている知識を与えてくれた幹細胞の研究をしてきた偉大な人々の功績を認めましょう。歯の幹細胞の研究はそれほど新しいものではありません。1932年にG.L. フェルドマンが歯の再生に関する研究の土台を築きました。そして1957年には E.I. ガブリロブが歯の白いエナメルの下に見える層である象牙質と歯の根の深いところにあるセメントの再生の可能性を発見しました。2000年に早送りします。米国国立歯科顔面頭蓋研究所が歯の繊維の中に幹細胞を確認分離し突破口を開きました。歯の繊維とは歯の内部中央深くにある肉のような部分です。この歯の繊維の幹細胞が組織の修復に使えるので、これは大発見となったのです。歯の幹細胞には他に3種類あります。名前は SHED、 すなわち人脱落乳歯歯髄幹細胞、 SCAP、 すなわち歯乳頭由来幹細胞、 PDLSC、すなわち歯周靭帯幹細胞。難しい専門用語ですよね。ですが乳歯はこれにどう関係してくるんでしょうか？実は乳歯から幹細胞の抽出ができるんです。そして両親があなたの乳歯を保管していなかった場合は本当にもったいないことをしているんです。
でも心配はご無用。歯の幹細胞バンクであるステム成分によると、乳歯だけでなく親知らずといった永久歯からも幹細胞を採取することができるそうです。健康な繊維と完全な根元があれば大丈夫です。他にも歯に感染症がなく、血液の供給にも問題がなく、患者は若いもしくは中年である必要があるという基準があります。そして幹細胞を抽出して役立てたいなら、歯は適切に保存されていなければなりません。歯の幹細胞バンクがあるのはこのためです。そうです、貴重な幹細胞を預金できる銀行があるんです。まだ世界中で実践されているわけではありませんが、すでに歯の銀行に投資した国もあります。アメリカやヨーロッパのほとんどの国、タイ、日本、ノルウェーやインドなどです。予算があまりない場合は乳歯を自分で保存しておきたいと思うかもしれません。ただこれは完全に保証された安全な解決策ではないということを覚えておいてください。複雑な仕事は専門家に任せるのが一番です。医師や科学者は幹細胞を保存して後に再生するため、いくつかの先端技術を使います。最もメジャーな方法は幹細胞を液体窒素の中で凍らせる凍結保存でしょう。磁気凍結、すなわちセルズアライブシステム凍結もよく使われます。この方法は幹細胞を凍結保存するのに弱い磁場を使うのです。先ほど幹細胞は空欄のゲームの肺のようなものであるとお話ししました。幹細胞は体内のどんなタイプの細胞でも作ることができる再生能力があるので、これはなかなかうまい例えと言えます。それは皮膚にも筋肉にも脳細胞にもなるのです。ダメージを受けた内臓を再生するのにも使えます。内臓移植と違って自分自身の幹細胞なので、体が拒否するリスクもありません。幹細胞による組織や内臓の再生の例としては、やけど患者のための皮膚移植もあります。歯の幹細胞は医療の目的のためにも利用できます。バレンシア大学総合病院の研究では、歯髄幹細胞は心臓機能を改善し、深刻な心臓発作の後の組織損傷も修復できることが分かりました。またミシガン大学歯学部の研究によると、歯の幹細胞は脊髄損傷の後、脳細胞の組織を再生することもできるそうです。ブラジルのブタンタン研究所の免疫遺伝学研究所では、ヒンジストロフィーに苦しむゴールデンレトリバーを人間の、そうです、人間の未熟な歯髄幹細胞を移植することによって治療することに成功しました。それだけではありません。この貴重な歯の幹細胞は骨も再生することができるんです。これはイタリアのナポリ第二大学の歯列矯正の研究者らが発見しました。そして最後に、ブラジルのサンパウロ大学医学部の研究者たちは、人間の歯髄幹細胞を使ってラットの頭蓋欠損を治療することに成功したのです。これも全て乳歯のおかげなんですよ。信じられませんよね。もちろんこういった素晴らしい研究結果を科学者たちが出してるからといって、幹細胞を体にどんどん送り込むのが安全というわけではありません。実際これらの研究の中には動物実験しかされておらず、人体に安全だと確認されたわけではないものもあります。ですので、もしお医者さんが幹細胞療法を処方したとしたら、国際幹細胞研究協会に問い合わせて起こりうるリスクについて理解してください。協会は治療を始める前にお医者さんに聞くべきことのリストも提供しています。ですが総合的に考えると、あなたの子供の乳歯は将来とても役に立つかもしれませんね。そして今日は読み方の難しい科学の専門用語であなたに集中砲火を浴びせましたので、理科の実習をやって楽しむのはどうでしょうか。子どもの抜けた歯で子ども自身の創造性を刺激しましょう。ええ、歯の話題から忘れませんよ。子どもが理科の実験で使えるよう抜けた歯を保存しておいてあげましょう。将来の天才のスタートポイントになるかもしれませんよ。コーヒーや砂糖、炭酸飲料が歯の色や密度にどんな影響を与えるか、子どもと一緒に実験しましょう。歯を大切にするということを学べるというボーナスもついてくるかもしれません。あなたのご両親は乳歯を取っておいてくれましたか？あなたに子供がいるなら彼らの乳歯を取っておきますか？それから歯の妖精は本当にいないと
ということについてはどうでしょう。ご両親がそう打ち明けた時のことを覚えていますか。自分の子供にはもう教えましたか。ぜひコメント欄に書き込んでください。この動画で何か新しいことや役立つことを学んだという方はぜひ高評価をして友達ともシェアしてください。人生はいつもブライトサイドで。